皆様こんばんは、こんにちは、おはようございます、ごきげんよう。はい、今週もこの時間がやってまいりました。ホークさんとですね、いろいろ映画の話を語っていきたいと思うんですけれど、しかし映画最近伸びに伸びてますね。あえて今ずっと黙ってた感じですけどねすいませんね、一人でやってもらっちゃったね。はいあでもあれっすよね、まあアメリカが風邪ひきゃ日本がっていう話でずっとやってきてね、ほらだってここしばらくで映画館で見た作品なんてモンスターハンターぐらい、私もモンスターハンターぐらい、まあ、少なくとも超大作っていう、いわゆるそのね、いろんな、なんていうの、いろんなとこで公開される、まあ、娯楽作品みたいな括りで言うんですよ。そうなんですよ。それがね、なんか全然もう映画館がずっと閉まってるから、まあね、行ってなくて、うん、ただあれっすね、やっぱりあの米国はですよ、ほう、ここへ来てですね、はい、あの人たち大体もうみんなワクチン打ちました、打ち終わりましたみたいな感じになってるじゃないですか、うん、はいはいはい、そうなるとやっぱ動き早いですね。なるほどね。もうこれまでために貯めたですよ、娯楽超大作ですよ。バンバン、もうやるぞっていう、はい、映画館開けるぞみたいな、いいなみたいなですね。ちょっと日本は多分まだワクチンがね、お年寄りの方にも行き渡ってないのにみたいなところですけれども、なんかあれってなんかすごい、なんつうんですかね、試験勉強してないじゃないですか、してない時に、うん、今日やだなみたいな、俺勉強してねえよっつって、うん、俺もだよって隣のやつ言うじゃないですか、大体、うん、嘘なんですよ、ね、うん、まあ大体嘘ですね、めちゃくちゃ勉強してんじゃんお前みたいな、マラソンで裏切るタイプの人ですね。そう大丈夫だよみたいな、俺だってもそんなさみたいなとか言ってるけど、っていう、こっち2点だぜみたいな、そうそうそう、お前95点取ってんじゃねえかみたいな、2点はひどいな、うん、でもまあ2点には2点なりの理由がありますからね、はい、毎日何もしないでコロ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 して打たれうぜとか言ってたからしょうがないんです。そうこうするうち向こうはね、それはもうね、毎日勉強してた、勉強はするわ、もう血のにじむような努力を、ね、してたわけですからね、いろいろ問題はあるにせよですよ、してたわけですから、まあ我々今2点という状況ですから、まあちょっとね残念なわけですけど、しかしまあでもいろいろ楽しみな映画が今後ね、そうそう、特にだから漫画映画、アメコミ原作映画、アメコミ原作映画が本当に伸び伸びになってましたけれども、はい、まあちょっとね今回はそれをですね、まあ3つほど、ちょっと3つほど取り上げて、うん、はい、ふわふわとね話、展望を語る、展望を語っていけたらなと思いまして、うんうんうん、はい、まあね、何の3つかと言いましたら、はい、まあ、あのエターナルズ、エターナルズと、あのシャンチー、シャンチーマスターオブクンフじゃなくてレジェンドオブテンリングスって言ったやつね、はい、そうですね、それからあれですね、ベノムの2、ベノムレッドゼアビーカーネイジ、これ急に来ましたからね、そうですね、やるぞっつって、はい、ということで、というわけで、それをぼやっとですね、はい、まあ展望を述べて、お楽しみ、コミ映画最新作、ね、本当はね、なんかブラックウィドウとかそこら辺も含めて行きたかったんですけれどブラックウィドウが一番かわいそうな映画ですよね今ね、本当にね、まあだけどそうよね、もう配信だっていいじゃないか、でもその映画館で見られるに越したことはないが、配信にしようか劇場でかけようか、うんって言ってるうちにブラックウィドウはここまで来ちゃったっていう、そうですね、うん、まあだからもう本当に日本がこのままの状態なんだったら徐々にでいいから配信で提供してほしいところですね、そうですね、まあ、あとはねやっぱねソフトが欲しいんですよ、なるほど、俺いつも思うんですよ、別にそのマーベル映画であれ何でもいいですけど、はい、最新超大作って、はい、どうせ見に行くんだから、うん、ね、劇場行きますよ、うん、だけどその後ソフトが出たらね、うん、ブルーレイとか UHD、ね、はいはい、ブルーレイ出たら買うんだから、うん、今売ってくれよ
でもなかなかそう先にそのブルーレイ見ちゃったらか、ね、それであの映画館行く人はなんか意外と少ないと思います。でも結構あるわけ。まあ、奥さん的にはね、いろいろあってなんやかんやでお家で見ることになっちゃったって、こういうそういえばこの映画映画館行けなかったなーなんつって、そういう映画はね、まあそういうところ逃しちゃう映画って結構ありますね。 それをお家で見てですよ、あこれ映画館で見ればよかったよっていうことは山ほどありますから、うん、だからそれを考えると、だけど俺がそのブルーレイをお家で見ててね、なるほどね、もうあこれ映画館行けよかったなっつっても、その時はとっくに上映終わってるわけじゃないですか。なるほどなるほど、ね、まあ改めてね時期を合わせてくれりゃですよ。なんか漫画みたいですね、一回ちょっと電子書籍で買ってから、うん、紙でくれるみたいな、ね、だからね両方金払うんだから、こっちはそんなあのねストップ映画泥棒とか言ってんな、そんな場合じゃないですよ。映画泥棒どころかこっちは映画お金払いですからね。そうですね。このぐらいも取ってくれってもう一回やるわけだから。ね、もうただ明るくなったろうって言ってね、はい、映画にねもうさどんどん捧げちゃって。そうですよ、もう映画館でですね、あのね500円札にですね、あのお金を火をつけてです、ね。そうですもうね、うん、バンバン持ってくる。警報は鳴るわですね。そうですね。はい、あのもうお客さんが怒られるわですね。っていう状況。なまあでもブラックウィドウってまあ7月かなにはですね全米公開っていうね。ね。まあでもとりあえず、まあ、その今なんかツイッター上などでも話題になっている3作品エターナルズ、シャンチ、それからベノム2ですけれども、はい、公開順で言う と、シャンチ&ザ・レジェンド・オブ・ザ・テンディング、長いタイトルだな、これが、全米9月、はい、そしてエターナルズという最新作が11月、はい、それぞれすごいまた来ましたね。ブラックウィドウ7月、はいはい、シャンチーが9月、エターナル11月、はい、すごい来た、この2ヶ月に1本っていう嬉しい流れ、ここまで貯めてますからね、ね、いいですね。一時期ほらずっとあの四半期に1本アメコミ映画みたいなちょっと狂ったことなせじゃないですか。またその波が来ましたね。そうですね、また狂ったね季節になってくる。嬉しいです狂った季節、はい、嬉しいな。でまあそれからベノムはそこらがまた先なんですか、ね、ベノムはいつだろう、ちょっと調べよう。なんかね急に予告がねドバーンとね、そうなんですよ、もうほんと急なことでみんながもう騒いでましたけれども、はいはい、これ2021年の9月、あじゃあもう本当になんていうか9月忙しいの、9月忙しいですね、うん、じゃあもう7月9月11月と2ヶ月おきに、しかもなんか9月なんか2個も挟んじゃって、いやそれはちょっとやっぱね冒頭の話に戻るよな、いいですよそれは、米国も含め、はい、諸外国、はい、あのもうワクチン2回みんな打ったとこは、うん、羨ましいですね。ねえそれもみんな大手を振ってですよ、遊びに行ったんですね、映画館行ってパンパンの映画館、こんなでっけえポップコーンワシワシ食ってケラ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 ですよ、これ、ね、面白かったみたいな、ちょっと面白かったな映画みたいな、飲みこぜみたいな、はい、なんかあのあそこ行こうみたいな、つぼ八行こうぜみたいな、ね、夜も空いててね、うん、俺ら今酒も飲めないでしょ、そうお酒が飲めないんですよね、びっくりですよ、居酒屋でお酒が飲めない、もうなんかね、なんか何しに来たんだっけみたいな、いや本当にね、だからいやお店も潰れちゃうからとか思ってやっぱ行くじゃないですか、行くんですよ、だけどやっぱりお酒出せませんと、はい、でなんかレバカツとかね、うん、もつ煮とかね、うんうん、そうしょっぱいもの食べながらね、うん、でもノンアルコールしかない、なんか麦茶かみたいな、そうそう、ウーロン茶かみたいな、そうそうでなんかじゃあレモンサワーなんちゃってレモンサワーみたいな、すごいですね、俺思ったですよ本当に、なんちゃってレモンサワーってつまりだからお酒が入ってない、まあキリンレモンみたいなもんですね、キリンレモンなんですよ。やっぱあれはアルコール分がないっていうことで一気に食べ物に合わなくなるんですね、あただの甘いものみたいな、ね、そうそうそう、割とねなんかレバカツとかねわしゃわしゃかじってね、でレモンサワーをグーッ飲んでるとねうめえなこれとか思うじゃないですか、合うねえなんて言うけど合わないことをおびただしい、甘い甘い
甘い、辛い、うん、辛い、甘いっつって甘い、しょっぱい、何これみたいな。そうなのよ、だからおかしいですね。普通甘い、しょっぱいは結構引きのある。そうだよ、そうだよ、やっぱ無理があるんですよ、それは。やっぱりそろそろちょっと本題の方に戻っていきましょう。だからその本題に戻るのにおいてもですよ、はい、なんかだから羨ましいなって話ですよ。そうですね、だからもうあれ、世界中のお客さんたちはやったやった映画館にわっ帰ってきたって、俺たちはどうなるんだろう、9月頃にはどうなってるんだろうっていうですね。そうですね、まあなんか本当7月は危ういですね。ワクチンを打ちたい、打ちたいですね。今もだからあのあれですよ、ファルコン&ウィンターソルジャーのジョン・ウォーカーのような、うん、あの面持ちでですね、面持ちで、うん、いいな、結成打ちてえな俺もみたいな感じでやってますけど、はい、だからまあでも9月だから、まずシャンチーが、シャンチーなんだろうね、急に来たねっていう話ですね。そうですね、いやもうシャンチーなんかまあ今までね、なんかそのまあ白人系の方から黒人系の方になんか映画が映って、ブラックパンサーからファルコンを経て、ファルコンを経てやっと東洋人の方に目が当たったっていう感じの。まあね、今まで MCU ってことに関して言えばアジア系の人たちちょいちょい出てきましたが、やっぱり非常にみんな、まあ、サポートキャラ。そうなんですね、私もね、なんか一個だけ訳したのがあって、はいはいはい、なんかこのヒーローズフォーハイヤーっていう、はいはい、作品でシャンチーが出てきたんですけど、その時初めて知って、うんうんうん、でもその時もやっぱりねサポートキャラというかね、まあね、もともとは70年代ですね、多分この人僕と年が一緒ぐらいだと思うんですけど、はい、なので3年ぐらいでしょうか、マーベルが、初めて発表したキャラクターですね、シャンチーをね、はい、マスターオブクンフーと言われてですね、はい、でその頃っていうのは、まあ、なんて言うんですかね、まあもちろんその、マーベルの僕は勝手にグラインドハウス路線と言ってるんですけど、いわゆるだからクンフーであったり、うん、ブラックスプロイテーションと言われるですね、まあ、ルーク・ケイジなんかもその辺ですよね、はいはい、割とそのゲットで暴れるみたいな人たちだったりとか、うん、あるいはまあその怪奇派みたいな人たちっていう、うん、ちょっとそのなんて言うんですか、裏通り系の、うん、でよりそのストリートで活躍するようなあのヒーローたちっていうのがわっと出てきた時期もあったと思うんですけども、その頃に出てきた人ではありますね。で、はい、でそれからまあまあ、ずっと息の長いキャラクターではありますけど、ただまあ確かにそのヒーローズ・フォー・ハイヤーっていうシリーズの、まあ、一人みたいな位置づけになったりもして、意外とその、息は長いんだけれども、まあなんていうんですか、2000級といっちゃ2000級の人ではあったっていう。そうですね、まあなんかブルース・リーをまあこうモデルに、ね、作られたキャラと言われていて、まさにその70年代頭頃っつってね、それこそブルース・リーが、一世を風靡した時期ですから、まあはい、でまあアメコミ内ではね、うん、まあ、ヒーローズ・フォー・ファイヤーっていうのはあれなんですけど、はい、傭兵チーム、なんかヒーローなのに傭兵やってる、お金で動くチームなんですけれど、まあそちらにね属していたりとか、まああとお父様がですね、そのこのシャンチーのお父さんがフー・マンチューっていう、ね、フー・マンチュー、まあ有名な、はい、もともと、まあ、創作のキャラではあるんですけれど、そのイギリスとかに、まあ、怪人ですな、害をなすね怪人として、まあマーベル以外にもね DC コミックスとかにも出てきてね。そうだから、もともとはねシャンチーさんはフー・マンチューの息子っていう触れ込みで出てきて、ただフー・マンチューというキャラクターの権利がちょっと消えてしまったので、はい、最近はまたその後、設定が変わったりなんかしてるみたいですけど。そうですね、まあ、そのお父さんということで言えばですよ、おそのめっぽう強いクンフーの達人シャンチーでございますけれども、はいはい、今回の映画においてはですね、はい、お父さんがですね、はい、なんとなんとあの人、あの人名前が出てこない待ってください、シャンチーマンダリンです。あ、マンダリンいたねっていう話です。だからテンリングスなんですね。そうなんです、なんかその皆さんご記憶でしょうか、マンダリンとテンリングスというこの2つの、ね、名前にお聞き覚えはないでしょうか。そうです、はい、そうです、あのアイアンマンシリーズね、でね出てきた、はい、第1部と第3部に出てきましたね。そうですね、テンリングスが第1部、はい、でマンダリンは第3部で出てきて、ただなんか第3部のマンダリンは
マンダリンっていうとそのコミックスだと本当になんていうかもう得体の知れないめちゃくちゃ東洋の怪人ですよ、うん、もう本当に東洋の怪人めちゃくちゃ強い、もう何度も何度もアイアンマンを、ね、そうですよ、テンリングスというだけあってですね、もう両手の指全部にね、そうそうそう、あの指輪をつけて、うん、そこがビビリなんつってね、そうなんです、トニー・スタークを苦しめましたね、そのテンリングスっていうなんか宇宙、あれはもともと宇宙のものなんですかね、なんかそのすごいもう10本の指に、ね、はめるとビビビ、もうコズミックパワーですごい力が出るっていう武器を手にアイアンマンを苦しめた、ね、キャラクターなんですけど、それがねついにだからあのアイアンマン3っていうね映画に出てくるよ、しかもあの名優ベン・キングズレーがですね、そうなんです、ガンジーでおなじみですよ、これは大変なことになったと思ったですね、ねえ、なんか役中のおっさんでしたね、おっさんでしたね、なんか今あれだよっつって、うんこしたから臭いよとか言ってね、そうなんですよね、でそれでなんかえマンダリンこんな役って思ったら、まあ、今回かいその 本物がですから、おそらくだからあのテンリングスでテロ組織ですっつって2008年のアイアンマンでも出てきましたけど、はい、あれももしかしたら、まあ、語り名を語る別物だったかもしれない説もありますよね、そうですね、ちょっと本ちゃんもテンリングスが出てきて、はい、ちょっとシャンチーとマンダリンが戦う、うん、でももうガチガチに東洋ですね、そうですそうです、まあ、ほとんどそうですね、でまあお父さんあれですよ、ほらあの人、トニー・レオンだ、お父さんがトニー・レオンなんですね、はい、はい、そうです、まあ、マンダリンのトニーレオンは人気ですから ね、はい、もうねちょっと期待が持てるところですね、そうですよ、そしてまあだからでほとんど、キャストも、アジア系で固めて、あのオーク・アフィナーさんという方も出てくるしっていうことで、ほらまあね、すごいですね、やっぱり、まあ、ブラックパンサーの時もそうでしたけど、まあこれをしてやっぱりマーベルにさみたいな、中国市場にさ、はい、みたいな、はい、売りたいからねみたいな口さがないことを言う方もおられましょうが、そういうこっちゃねえんだよと、はい、そうですね、うん、意外とね東洋人の地位が低いっていうのはもう今回のそのコロナ騒動でまあいろいろ明らかになったところでもありまして、まあね、アジアンヘイトなんて言ってますからね、そうですね、 なんか日本にいて日本で暮らしてると本当にこもっちゃってるから分かんないこう世界ではありますけれども、意外とね、うん、黒人さんたちは皆さん自分たちがヘイトされていることに敏感なんですけれども、なんかこう東洋人ってあんまりちょっと鈍いイメージがありますが、特に日本人、日本で暮らしている日本人っていうざっくりしたくくりになると、はい、差別とかあるんですかみたいな、すごい、ね、すごい大きい主語になっちゃうんですけど、うん、いやでもまあそういうなんつうの、意識してなさっていうかね、ね、まあだけどそのまあそう見えてるだけでね、実際はそこら中であの差別だらけですけどね、そうなんですよ、そんなのでそこにおいてシャンチーっていうのがね、そのあのまああのマーベルが、うん、まあそのもう世界にねなんか覇権を利かせているマーベルがあのその東洋人を取り上げるっていう意味で、まあ、非常に意味のある、うん、映画だと思いますし、うん、あと単純に面白そうですよね、まあやっぱりね、よくよく考えてみたらもちろんクンフーアクションって今ま でマーベル世界にはなかったなっていう話ですから、なんか久々にカンフーでねアクションのね、うん、なんか見れるっていうか、こう、はい、結構でっかいアクションが見れるんじゃないかなって、はい、でまあちょっと見たことがないものがね見られるといいです ね、そうですね、はい、ということでシャンチー、シャンチーはまあそんな感じで、はいはい、でもなんかいろいろあるんで大変なんですけど、はい、まあじゃあ次エターナルズ、ね、エターナルズ、エターナルズがね、私が本当説明がしにくくてっていうのは、そのマーベル社会ってあのいっぱいなんかあの神様系統が結構複雑じゃないですか、セレスティアルズっていうのがいたりとか、はいはい、そのそれこそエターナルズっていうのがいたりとか、まずだからエターナルズってボーンと言ってきました。で、はい、あの予告、本予告は多分まだ出てないのかしら、あのちょっとねあの本編の場面がちょっと 2,3 見えてきたりしましたけど、はい、あのマドンソクなどを含む癖の強そうな人たちが
横一に並んでいるっていう絵だけ出てますけど、そうですね、あれがエターナルズ、なんだろうな、エターナルズって言いますと、エターナルズというのはだから、まあ人間ではない、我々のような人間ではないですね。そうですね、人間とは違って、まあ人間より上位の存在とはされています、はい、で そしてさらに彼らの上にはセレスティアルズという、だから天上人というですね。そうですね、はい、そのセレスティアルズが作った、まあ作ったのがエターナルズとか、はい、まあ人間だとか、はい、そういってたような、まあくくりにとりあえず MCU の中ではなってるみたいです。セレスティアルズってあれですよね、時々、まあ、過去のマーベル作品でもね、あのガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、ね、そうですね、あのでっかいお父さんのね、はい、何ですか、ノーバーでした、エゴですね、エゴでした、はい、すいません。だからああいうその、まあ、いわゆる、まあ、神的な存在のとんでもない人たちが、あとやっぱり、はい、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーでっかいその、誰かのでっかい顔、はいはい、が惑星になってるとこありましたね。ありました。あれはだからあのセレスティアズのどなたかの頭だっていうね、うんうん、ちょっとスケールがでかすぎてあのクラクラする感じですけどね。そうですね、はい、でまあだからその、まあ、アンジェリーナ・ジョリーとかですね。そうなんですよ、なんかサルマ・ハイクとかね、なんか癖が強いというか、マドン族とかね、あの多国籍ですね、うん、そうなんですよ、多国籍メンバーで組まれた、はい、まあその結構マイナーなエターナルズがどういう風にね映画になるのか、なんかそれこそね、ガーディアンズオブギャラクシーが最初に映画になった時もガーディアンズオブギャラクシーなんだそれっていうような ね、時期でしたから、結構ね、なんていうか本当にマーベル誰だそれみたいな人をポンポン映画にしてきますので、うん、逆にエターナルズすごく期待できるんじゃないかな。そんな気がしますね、やっぱりちょっともうあのいいですね、説明が難しい感じとかなってくると、もうそろそろなんか向こうもアクセル全開って感じでね、うん、いいっすよね。そうですね、うん、もう分かんなきゃ分かんねえでお前ら置いていくぞいいかっていうなんか勢いを感じますね。そうですね、なのでなんかまあそこはちょっと、はい、本当に期待しつつ、そう思う、あとやっぱりまあこれあれですよね、あれはエターナルズってもともとはシリーズがそのジャック・カービーというですね、はいはい、あのもうド天才ですね、はい、ものすごい絵を描く、ちょっと調べていただければこの凄さは分かると思いますけど、この方がですね作った世界で、マーベルセク、スタジオの映画で言えば、マイティ・ソー、バトル・ロイヤル、あの世界です、あのなんか最高感と言いますか、ほら、奴隷惑星サカールっていうところに行きましたでしょ、はい、そしたらあの誰かのでっかい顔がボンボンとなんかあの高層ビカビカ光る高層ビルのね、あのてっぺんにあのでっかい顔がみたいな、はい、そしてなぜかいろいろあの極彩色でやったらこうなんか目がチカチカするみたいな、ああいうあのあれはもう完全にジャック・カービーのスタイルですね。ですから、でまあもともとはそういう方が作ったエターナルズシリーズですから、ちょっとねなんかもうあの目でも楽しめる映画になるんじゃないかな。なおかつこの間ノーマッドランドっていう映画で、アカデミー賞も取りましたクロエ・ジャボっていうですね、はい、まだ若い監督が、はい、またそこも楽しみですよね。 それこそ今までどっちかっていうとそんなあのお金はですよ使ったことがないっていうですよ、はい、監督がですね、このなんかまた200億とか300億円とかかかったようなですね、はい、このビカビカした超大作をどう撮ってくれるのかっていう楽しみも、いやもう本当にね楽しみです。本当ガーディアンズと同じ、はい、ね、同じような楽しみ方といいますか、はい、一体どうなるかなっていう、一体どうなるのかが、まあ、非常に楽しみな作品でして、はいはい、でまあ最後にベノムですね。まあベノムに関してはね、はいはい、安定というかなんていうかもう固定ファンもいますし固定ファンね、はい、なんか結構やっぱ私のツイッターなんか見てると女性ファンが結構多いですね、ベノムはね、映画のベノム、この間の映画のベノム、そうです、もうなんか完全にベノムが、結構漫画の方だとベノム自身寄生体の方が暴れん坊だったりするんですけど、うんうん、映画だと結構もう懐いちゃってる感じじゃないですか。まあ第1部はねやっぱりある種この間のベノムってすごい映画だったなと思って、やっぱりなんていうんですかね、あれはだって一昨年ぐらいですか、もうそうなりますかね、2018年の映画ですから、しかもこれだけよ、そのアメコミ超大作がバカバカ作られてですね、
いる中で、はい、なんかすごく懐かしい感じがしたですね、ベノムは。なんかこう、はい、あの2000年頭ぐらいにボコスコ作られていた頃のアメコミ映画みたいな風合いをすごい感じて、結構ねそう言ってらっしゃる方もね、うん、多いですね。あのでやっぱりそのなんていうんですか、2時間の尺の中でですね、あの、はい、そのベノムという寄生体ね、あの黒いネバネバしたあの子はですよ、急にね、俺もお前も負け犬じゃねえかって、うん、そうだったのかっていうあのトム・ハディが扮するねエディ・ブロックという主人公が負け犬なのはだいぶあのみっちり描かれてたんで、そこは納得できるところなんですけど、はい、実は俺も負け犬だったんやってベノムが言い出した時におーおーって言いましたもん落ちこぼれ投資頑張ろうぜみたいな熱い展開だけど、そうだったのって思ったけれど、なんかそういう映画だったっけ、そうそう、だけどそこら辺のなんかね加減も良かったですよ、うん、それでなんかで、あの最後の最後にみんな大好きウッディ・ハレルソンが、まあね、もうこれで続きが作られなきゃ嘘だろってさ、本当に作られたら嬉しいなっていうことですよ。いやもうね見事にまああのね続きを作ってくれて、しかも今回ね、はい、出てくるのがみんな大好きカーネージですから、まあ、だから赤くてもっと悪いベノムですよね。そうですね、うん、もうベノムとカーネージは本当ねビジュアル的にも、単純にビジュアル的にもね人気の高いキャラクターですから、はい、そのねあの2体が今日あのまあバシバシ戦うっていうだけでも、もうちょっとみんな足を運びたくなるんじゃないかなという。そうですよ、黒いニョロニョロしたやつと赤いニョロニョロしたやつがお互い歯を向き合ってるですね、ニョロ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 、しかもその中にはですねトム・ハーディとそしてハレルソンが入っているというですね、はい、すごいですね、癖しかない感じでいいですね。そうです ね、 いいですね。なのでまあちょっと楽しみなところ で、はい、で監督が変わりまして、この間ねルーベン・フライシャー監督っていう方がですね、はい、今度アンディ・サーキスですよ、監督が。アンディ・サーキス誰だろうっつったら、それこそあのキング・コングとかですね、あの猿の惑星とかですね、ちょっとね、楽しみですね。ゴジラとかの中に入ってたですね、はい、多分ここ10年20年そのハリウッド中の人会で言えばもう、ねうん、それこそあれですよ、ロード・オブ・ザ・リングとかですね、うん、ゴラムなんかもやってましたしね、あとはあれだよね、エイジ・オブ・ウルトロンで初登場して、ブラックパンサーにも出てきた、ユリシーズ・クローっていう、ウルトロンに腕をスパーンとちょん切られて、はい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 、痛かったって言われた人、はいはい、あれがアンディ・サーキスですけどね、あ、まあ、ものすごい才人ですね。あの人がメガホンを今回取っちゃうっていうことで、ちょっとねっていうのは楽しみですね。まあ、監督が変わって、まあ、どうなるのか、うん、まあ、相変わらずバディモノ感になるのか、なるのかな。やっぱりでもアンディ・サーキスもその中の人歴長いですから、やっぱ彼なりのですね、そのベノムとカーネージっていう、それはもちろん CG キャラクターになるわけですけど、まあちょっと見せようが多分彼はねあるんじゃないかと思いますね。そうですね、うん、まあそれこそ中の人として、そうです、中の人と外の人がいる世界に生きていきたい、そう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 、人なわけなので、まあじゃあちょっとそこも期待してでござるっていうね。じゃあちょっとまあ2021年後半は映画界もかなり期待できるのではないかと。アメリカ行こっかな、もうそれが早いかもしれないですね。アメリカ行ったら割ともうあのワクチン打ってくれるらしいですね。らしいです、それが今一番早いらしいですね。えだからあれでしょ、その前後の隔離とかあっても別に帰ってこなきゃいけないから、そうです ね、 ねであのすぐに入れないと、入国できないとしてもしばらく待ったってね、全然まだそっちも早いだろうって気がしますよね。そうですね、だからまあいっそもう本当にアメリカで、アメリカ行ってもその辺の公民館とかでワクチン打ってもらって、ドラッグストアとかで、はい、それでもうそれから映画館に入り浸る、もうちょっと楽しいかもしれないですね。ちょっとまあリモートワークできる方はぜひご検討ください。そうですよね、あなた今どこですかって、アメリカですって、ちょっとびっくりする、はいはい、もしかしたら、来月再来月ぐらいのこの配信はね、あのちょっとまたリモートでお送りするかもしれませんね。ちょっとね、うん、なんか予想外のリモートでお送りするかもしれないです、うん、はい、というわけで、まあ今回は、ね、楽しみだな、ね、まあ、ちょっとなんで皆さんちょっとね期待作がバンバンありますから、お体に気をつけてね、ね、はい、元気で元気で、まあ、あの今年の後半期待いたしましょう。というわけで、まあ、今回はこんな感じでいかがでしょうか。ありがとうございました。ありがとうございました。また来週も見てね。
見るぞ。